そう、今の食事でいいんですけどね、あの昆虫、昆虫プラスカルシウムパウダー、カルシウムの粉ね、だけど最近さ、カナヒンズ病は多分ないような気がするんだけど、あのヒョウモントカゲモドキとかさ、太青ヒゲトカゲとか、割と飼われるケースが増えてきてるんですね、昔からちょっと。それ用のですね、あのペレットが売ってるんですよ。はい、わかります、わかります、はい、それをね、粉にしてね、やるという、あのだいたいヒョウモン用も太青用もさ、ほとんど成分的には一緒ですよ、だからまあ、レオパですか、レオパードゲコ、それわかります、はい、レオパード、そう、うわ、よ、ふたおひげとかで、ね、の、まあ、ドライもしくはジェルみたいなのもあるから、ドライの方がいいかな、ドライをこれを粉にしてね、粉にして、それでカルシウムパウダーと同じように昆虫に振りかけてやる、そうするとこれ割とまあ、カネヘビに完全栄養食かどうかは分かんない、レオパとかフトアゴに完全栄養食かどうか分かんないけど、割と完全栄養食に近いんですよ、カルシウムとかリンのバランスもいいし、だからこういうこの辺のあの人工的なご飯もね、あのやるといいかなと思います。結構こういうのを、こういうのとか金魚の餌、カルシウムとか入ってるの、はいはい、それをあのコオロギの餌にしてます。あコオロギを増やすためにね、コオロギはね、それ食べさせてもいいし、栄養がいくかなと、そうです、はい、いいですね、これあのそうなんですよそっちの餌にね、はい、あと残飯でもいいんですよ、野菜くずとか、あ野菜も、はい、あげてます、だからそういうのも金魚の餌とか、うん、このやつをコオロギとかそのなんだっけ、ワームに食べさせるのは絶対悪くない、はい、栄養ある子を食べさせた方がいいですよね、だけど昆虫はとにかくあのリンがものすごく高い、でカルシウムがめっちゃ低いんです、だけど理想はカルシウムが 1.2 でリンが1なんですよ、だいたい1対1ぐらいかな、そのぐらいの割合でやってほしいんだけど、昆虫は多分ねちょっと数字わかんないけど10対1ぐらいなんですよ、だからカルシウムを見合った方がいいし、こういう太あご用のやつはカルシウムとリンのバランスが取れてるから、完全栄養食としてそういうのを振りかけてあげた方が、バランスが栄養のバランスが取れやすいかなと思うので、これもやってもいいかなと思います、持ってらっしゃる、もしかして、あ、もう、あ、はい、持ってます、あ、持ってます、はい、だけどなかなかそのままを、そのままじゃ食べないでしょ、それは昆虫の方が美味しい、リンが多い方が美味しいです、で今目が見えないので、なんかなかなか口を開けないので、だから口元に持ってってあげたんです、はい、なので今ちょっと水分、このコオロギペーストってやつを、はい、いいですよ、それ、はい、出して、あのスポイトで、あ、あげてます、はい、昨日あげました、その前の日はハニーワームを潰して、はい、汁を舐めさせたんですけど、はいはい、こういう注射器じゃ出しときましょうか、これ1cc の注射器だけど、ここで 0.1 なんですけど、あスポイトでもいいんで、一応あります、持ってます、はい、あります、あのなんか化粧品詰め替えるみたいなやつも、はい、使ってます、でね、いろんな検査が日本かなりできないから、ちょっとこの子だけ単独で健康チェック表をつけてください、はい、で、体重を測る、大体でいいから、今 4g でした、 4g もありました、はい、で、まあ、食事ね、まあ、1日1回食べてください、元気、動きを見て、元気がいい気を100とするとこれいくらあります、まあ、今半分ぐらいですかね、半分ぐらいだから、じゃあ50ぐらいね、はい、じゃあ50ですね、うんちが出たかどうか、まあ、これ朝晩チェックするになってるんですけど、まあ、1日1回でもいいし、朝晩チェックできるなら朝晩、多分してないですね、してないですね、はい、じゃあなしなし、まあ、前の晩から朝まで、朝から夜まで、もしくはもう両方合わせてなしにしてもらうといいですから、うんちおしっこもしてないですよね、何度か1日1回さ、うんちおしっこが出るように持ってきたいんだよね、それとあと環境の温度、温度と湿度ですね、そう、温度計がついてるから、はい、朝一番の温度、それから昼過ぎ、まあ測れた日だけでいいですから、昼過ぎと夜と、こうやって何度で何パーセント、 24.1 で36とかね、ちょっとそれを記録してみてください、実際に測ってみないと何度か分からない、温度差をなるべくちょっとそんなに使う方がいいと思う、この子の場合には、
だから25度ぐらい、5度前後ぐらいにしといて、で湿度はなんとか40度するよりね、25から30ぐらいかな。他の子はこんなに温めなくてもいいですよ、元気な子は。ここの子は、まあね、ちょっと調子悪いからね。それからあと UVB ライトは当てていいですよ。ただ当たってるとこと当たってないところを作った方がいいですよね、うん、だから UVB ライトは、うん、まあ理想は今って何時から明るくなるのかな、7時ぐらいからかな、分かんないけど、まあ、朝明るくなって夜暗くなるところがね、もう6時で暗いもんね、うん、これぐらいだけにしといて、それとあとできる日だけでいいから日光浴1分でいいから。で、日光浴は UVB を浴びてほしいわけなんですよ。UVB はね。この UVB ってね、ガラスを通さない。だから、網がいいですから、網越しで通さないと。蓋上げてたらどっか行っちゃったら困るんで、網越しで、ガラス越しではなくて。で、まあ、とりあえず日光浴ってあんまりしてませんかね。今調子が悪いのでちょっと、うん、連れてるとか、まあ、行くところが限られてるので、ええ、家から、ええ、あの他の場所行くときに、なるほど、はい、その場所にもあのなんていうかケースっていうかあるので、あ、なるほど、はい、だから連れてるので、うん、一応外には出て日の光には当たってます、はい、うん、まあだからこれ1分って書いてるけど1分から30分ぐらいはやっていいですからね。ただ寒い時にあんまり長時間はやめといた方がいいかもしれません、はい、特に調子悪いからね、呼吸器の機能も落ちてるから。とご飯のこと、あとは新ラーメン書いてる、食事のことと、そう、あの、まあいいですね、ヘライトはここに書いたからね。診断名としてはやっぱり肺の部分がちっちゃいから呼吸器の機能が落ちてるなと。経過症、それから胃腸にガスもちょっと普通はないんですけど多いから消化器機能低下症、それでまああのだからこれがあるから開口呼吸になっちゃう、先生おっしゃったようにベロはピンクっぽいんです、うん、まだこれがだから長く続くとさ舌の色が薄くなっちゃう、まだ赤みが浮かがったりしてるから赤みがかったピンクだからまだ栄養取れてると思うので、ね、だからとでももし見えてないんだったらさプッと自分で取れないんだったらもう口元に持ってて無理やり食べさせてほしいので、食べさせるのを昆虫カルシウムプラスこの辺のレオパかフトアゴのドライの粉を振りかけて栄養を取らせてほしいかなと思います。で目に関してはさっき見たけどさ、正直言って分かりません。ちっちゃくて、ちっちゃくて分からないんですけど、とりあえず目の表面に潤いはあったと思うんですよ。目の表面に、要は目の表面って角膜って言うんですけどね、角膜に潤いがなくなるとね、まずいですね、もう見えなくなっちゃう。で、まあ、無数とこう目があるじゃないですか。もうほとんどこれ、見えてるのは角膜ですよね。でまあ、このちょっとペロッとめくるとあの結膜、眼球結膜とそのまぶたの裏側の眼瞼結膜があるわけですけど、でここのここが瞳孔とこの辺が虹彩、表面から見るとね、でこれを縦に割ったとするじゃないですか、で横から見るとそうするとごめんなさい、ほとんどまぶただから眼球結膜はここが結膜なんですけどそれは見えません、ほとんど角膜が見えてるわけですね。でここに縦長のが見えるでしょ、あれがその奥にこう虹彩とか書いた、これが虹彩なんです。これが伸びたり縮んだりするわけ、でも一応瞳孔は見えてたからさ、これ炎症が起きてきてこれがひっついちゃうとさ瞳孔見えなくなっちゃうともう光は奥まで行かない、
でこのあとこのこれ水晶体レンズなんですけど、レンズを支えてるのをちょっと難しいけど模様体って言います。でその模様体とつながったこの膜のことを、なんだっけな、脈絡膜と言います。これちょっとなかなか難しい名前で覚えるの大変だから、虹彩と模様体と脈絡膜、この3つを合わせて部動膜と呼んでるんですね。でそこに炎症がいっちゃうと部動膜と呼んでるわけです。だから目の虹彩、模様体、この脈絡膜、炎症がいっちゃうと部動膜と。で炎症が起きると腫れるからさ、虹彩なんて腫れてこちらにこちらに来ちゃってくっついちゃったら見えなくなるってことね。だからよく網膜って言いますよね。そこの脈絡膜の上に乗っかってるのが、ここが網膜なんです。網膜にも血管がいっぱいあります。だから真ん中よりもちょっと下の辺に脳から神経が来てます。視神経、これがまあ解剖、真横から見た解剖なんですけどね。そうするととりあえずさ、今これ抗生剤なんだけど、これをとりあえず点眼してこの目の表面の外からね炎症を抑えることと、飲み薬にもこれと同じ系列の抗生剤があるから中からも炎症を起こして、まあ可能性もあるからね。それで両方で、だけどいくら薬使っても栄養を取らんと効かないからさ、だから1日1回はちょっと、もし自分で食べてくれればいいんだけど、食べんかったらハンドフィーディングっていうか、スプーンとかね撮影とかしてあげてほしい。だから目に関してはちょっと申し訳ないけど、どういうレベルになってるのかは分からないけど、もしかしたらこうただのね無動脈なのか、もしかしたら目が見えてないんだったらここの問題、網膜の問題なのかもしれないけども、ちょっと正直でそこまでは分からないですね。かなりさんの場合はね、お飾りできます。できた、はい。でまあ目はちょっとすいません、眼疾患にしてきますね、はい。でも目がおかしいことはおかしいですもんね、はい。それとあとこの健康チェックの時に舌の色ね、舌、はい、の色注目してくださいね。でまあフィーディング、自分で食べたのはこっちに書いて、挿絵で上げたやつはこちらに何ミリとかね、何を食べたか、これは挿絵した方ね。こっちは自分で食べたのね。でこれを1日1回ちょっとつけてください。そうすると診察の時にこれにしてもらえると、はい、とっても治療しやすいですね、はい。体重計もあります？キッチンばかり。あ、そうキッチンばかりですね。はい、じゃあちょっと出してくれる？じゃあこれはで、さっき言ってた1日2回から4回飲ませるのと、これが1日1回、だからもうこれは今飲ませちゃうから、もう今日足この飲むのは明日ね。でまた点眼点鼻は何回もしてもいいから、で必ずよーく振ってくださいね。いろんな薬が混ざってますんで。